ついに私は手に入れたぞ。もう一人の私だ。新しい私をさあ目覚めるがいい。私は今貴様に用があるのだ。さあ目覚めるがいい。もう一人の私を今拘束を解いてあげようではないか。よし、これで全ての拘束が解けた。さあ目覚めるがいい。もう一人の私を。一体ここはどこなんですか。リンカは妻のオリエはどこ行ったんですか。おい貴様、何しらばくれてんだ。うわ、なんなんですか。あなたはいきなり暴力はやめてください。おい、もう優しいパパのふりはやめるんだな。本当は全て気づいているんだろう。そういうことですか。なるほど、私もつくづく運が悪い。まさかオリジナル、お前に捕まってしまうとはな。目的は何だ。聞こうではないか。ふん、話が早くて済む。さすが私自身だ。なーに、私の目的は簡単なことだ。貴様に頼みたいことがある。頼みたいこと、ズバリ単刀直入に言おう。貴様のその新しくて綺麗な服とズボンを私は要求する。なんだと。服とズボン。ああそうだ、私のな、服とズボンはな、もう 3,4 年にわたる過酷なデスマッチでな、もう服はボロボロにほつれ、もうズボンは高圧洗浄機で色落ちと穴も開いてしまって、もうボロボロなのだよ。今さら他の服を着る気にもなれんからな。同じ服、つまり私自身の新しい服を奪うことにするのだよ。何、簡単なことではないか。私が欲しいのは服だけ。貴様の命までは取らないと言っているんだ。何かと思えばそんなことか。そんなくだらん理由のためだけに、私の平和な家庭でおままごとをし平和に暮らすという人生は壊されたのかなあお前。その通りだよ。お前は所詮私のクローンなのだ。私の言うことを聞けばいいのだよ。命までは取らないと言っているだろう。それはできん望みだな。ああ、私の渾身の蹴りを食らうがいい。踏んできた場数が違うのだよ。何、あの体勢から蹴りだぞ。どう、危ない危ない。貴様なかなかやるな。さすが私だ。やはり考えてることは分かってしまうということか。やはり私対私、肉弾戦の実力も同じということか。そのようだな。ならばもうあれで決着をつけるしかないよな。もう一人の私、まさかパック開封デスマッチか。その通り、パック開封デスマッチさ。さすが私自身、話が早くて助かるよ。さて、今回用意したパックはこちらだ。遊戯王診断セレクション5。こちらを2ボックス、合計30パック今日は用意した。そして今回はいつものスタンダードルールではなく、変則ルールで取り行う。何、変則ルールだと。ルールを早速聞かせてもらおう。さあルールの説明をしよう。よく聞くがいい。まず今回のボックス、かなり変則的な、いつもとは違うボックスになっている。1ボックス15パック入りだが、そのうちの13パックからはスーパーレアが確定。そして1枚はウルトラレア、そしてもう1枚はシークレットになるか、プリチクになるか、レリーフになるかわからないが、で大体の確率でシークレットが出るだろう。つまり2枚しか、まあ実質当たり枠がないという、かなり絞られた渋いパックとなっているんだな。そして今回のパックにはセレクション5という名の通り、5種類のテーマのカードが入っている。こちらを見てもらった方が早いだろう君たち。まず上から列車、そして2つ目が召喚獣、そして戦闘機、ドラゴンメイド、イビルツインの5種類のテーマが入っている。そしてここからが最も大切なポイント、今回の得点配分となる。今回のパックはもうほぼ全てのパックからスーパーレアが出るから、スーパーレアはもう0点だ。スーパーレアは0点になる。ウルトラレア、そしてシークレット、そしてアルティメットが出ても、これは同一の点数で2点だ。仮にプリシクは多分滅多に出ないと思うが、プリシクが出たらこれは3点になる。そして今回はボーナス点システムを採用する。今から一度だけサイコロを振り、出た目のテーマにボーナス点を加算する。例えばサイコロを振り1の出目が出たら、列車のテーマにボーナス点が入る。このボーナス点はスーパーレア以上のカードに適用される。
今回はノーマルパラリアは適用しないことにしよう。つまり、例えばサイコロの出目が列車にボーナス点が入るとしよう。そうだったら本来得点がないはずのスーパーレアが1点になるのだよ。そして列車のウルトラレアを引いた場合は素点の2点プラス列車のボーナス点でカードが3点になるということだ。ただな、加点要素だけじゃ面白くない。今から2度目のサイコロ振る。2度目のサイコロはマイナス点だ。マイナス点のテーマを引いたものの点数はマイナスになる。例えば4のドラゴンメイドがマイナス点だった場合、ドラゴンメイドのスーパーレアを引いてしまったらマイナス1点、ウルトラとかシークレット引いた場合はマイナス2点、点数から減らされるぞ。例えばプリシクのドラゴンメイドを引いてしまった場合はもうそれだけでマイナス3点だ。これなら点数が上限してかなり面白いルールであるだろう。なるほど、面白いルールだ、理解した。だが私が負けた場合はこの服を奪われる。だがお前の負けた場合のデメリットがないんじゃないかな、この勝負。そう言うと思って罰ゲームはすでに用意してあるのだよ。まあ見るがいい。今回の罰ゲームは私がスノードームにされていたこの筒の中で行われる。今回の罰ゲームはこれだ。100均で売ってる黙々火山、なんか粉と水を混ぜるとな、こんな風に火山が生成されるスーパーアイテムなのだよ。本当はな、ここにセットして黙々させるというこの粉がな、計算してみたところ大体8回分ぐらいあるらしい。そして今回はこれを5個分買ってきたんでな、これつまり40回分ぐらいの粉がある。この40回分の粉を一気にここにぶち込んで水と混ぜてもうすごい火山に沈むんだよ。負けた者はな、このまま黙々火山に浸かってもうすごいアイルビーバッグみたいな感じになって溶かされてしまうのだよ、体内が。面白いだろ。カヤマピエロ二人もいらない。そうだろ、勝った方が本物でいいよな。ああ面白いじゃないか。私はついにオリジンを超える時が来た。それではボーナステーマとマイナス点のテーマを決めていこう。まずサイコロだ。言ってなかったが6が出た場合はもう一度振り直しだ。1から5が出るまで振り直しだ。さあ私がダイスを持ってきたからな。さあこちらだ。おい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 、お前ちょっと待て、お前100面ダイスじゃないか。100面ダイスやったらもう日が暮れてしまうぞ。そんなのわからないだろ。一回振ってみよう、100面ダイス。さあ、出目は何が出るか。ちょっとわからん。帰ってきた。なかなか球体だから止まらないんだな、あれな。これでどうだ？これで止まったのは77だな、上な。だから言ったんだ、もう全然決まらないじゃないか。もうこれでいいだろ。遊戯王でやるんだったら遊戯王ニューロンのアプリ、今回遊戯王ニューロンのダイスのこれで決めるぞ。じゃあ行くぞ。まずはボーナス点からだったな。行くぞ。ボーナス点は5、イミルツインだ。イミルツインを引いたもの、イミルツインのテーマがボーナス点となる。そしてマイナス点は何になるのか見ていこうじゃないか。さあ来い。2のテーマは召喚獣だ。召喚獣を引いたものはマイナスだ。今回はイビルツインを積極的に引き、召喚獣を引いたら涙を飲まなければいけないデスマッチ、始めていこう。さあパック開封デスマッチの準備は整った。パック開封デスマッチを早速始めていこうじゃないか。まずは私からお手本を見せてやろう、後輩者にね。デスマッチというのはこうやるのだよ。ピンと来て、ピンと。さて、こちらのスーパーレアはもしかして、これ召喚獣のトラップだな。おい嘘だろ、いきなりマイナス点から始まるデスマッチャーがいるなんてありえない、ありえないぞ。先行は貴様に譲っておけばよかった。おいおい、大口叩いて自分から喧嘩を打って自分から負けに来る愚か者が、この世界に存在していたことに私はびっくりだよ。ドラゴンメイドは今回点数に加算されない。キスキルが、ノーマルパラレルだが、今回はもうノーマルパラレルはポイントに入らないらしいからな。そうだ、残念だったな。結局は、ボーナステーマを引くしかないんだよこのゲーム。次は私の番だ。声がにお、ドラゴンメイドティルル。だがスーパーレアドラゴンメイドは今回はあまり関係ないんだ。次は私の番だ。ほとんどのパックにスーパーレアが入っていて、確率5分の1だな。5分の1で加算され、5分の1でマイナスされる。
結構高頻度でトロイメアフェニックス、トロイメアはもう関係ないよな。私のターザン行くぞ、引かせてもらおう。今回ウルトラレアもパックに1枚しか入っていないからな。戦闘機ハヤテ、なかなかボーナス点が来ないな。私はこのままだとマイナスされたままこのゲームが終わってしまうのだが、それは本当によろしくないな。焦っているようだな。私が本物の貴様を継いで平和の世界を作ってやろう。どうせお前デスマッチとか言ってめちゃくちゃやってるんだろ。私の娘とは仲良くやっているのがグスタフマックス列車のカードだ。なかなか引けないな。ああ、膠着状態だな。いや、膠着状態ではないぞ。お前マイナス点だからな。何を言う。ここからレアカード引けばいいのだ。点数の増減があまりにも少なすぎる。ドラゴンメイドのお召し替え。なんということだ。俺全然引けないじゃないか。お前どうなってるんだ。知らないよ。俺に言うんじゃねえよ。でもまだパック半分以上残っているんだからな。ここから引かせていただこう。私の番だよ。お、戦闘機雫。あ、シークレットは2点だったな。悪いな。この服やるわけにはいかない。お前にはその汚らしいみすぼらしい服が似合っているぞ。なるほど、これで点差は3点差がついてしまったというわけか。だが面白い。私の快進撃はここから始まるのだよ。イビルツインチャレンジ。これでイビルツインのカードボーナスが入り、やっとだ、やっとゼロに戻った。逆境に追い込まれた私は強いということを忘れない方がいいな。何が言ってる。雑魚の卵となど危険な。さあここからスーパーレア以上のキースキルグラスと、イビルツイン、ライムツインとイビルツインは同じテーマだ。私はさらにプラス1点とさせていただこう。なるほど、なかなかできるな貴様。さすがは私だ。だったら私も出し惜しみはしない。行くぞ、スピリングドロー、シュイーン、シャギーン、パシパシパシ。あーっと、これ新規セイントレアはまあ見た感じどのテーマにも属してなさそうだな。属してなさそうだ。残念だよ。スピニングドロー、それはこうやるのかな。私にもできる、お前にもできるなら私にもできるだろう。だがお前着地組知ってる。典型の正国に全く関係のないコードが出てしまったよ。くそ、このままではまずい、このままではまずいぞ。ゾー、私は逆転しなければならないのだよ。ここから召喚中のウルトレア、なぜだ。マイナス2点じゃないか、これどうしてだ。悲しすぎるさ。おい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 、とんだ雑魚が相手になっちまったな。おいおい、笑えるよ、笑える、笑えてしょうがないね。俺はこの優越のためにだけに起こされたのか。あ、戦闘機ホーネットビットだな。戦闘機のカードは点数にならない。ありがとう、こんなにも面白いものを見せてくれて。さあお前の最後一パックだぞ。くそ、まずいな。ここは一度イビルツインのカードを引いて点差を戻さなければいけない。このままでは非常にまずい。うわー、ラドリートラップ、これはドラゴンメイドのカードだ。なんということだ。だが待て、まだ2ボックス目がある。そして私がピンチになった時のトラップカード発動。もう1塁ずつボーナス点とマイナス点を決定する。何、追加だと。貴様、だが一歩間違えば自分の点差がさらに広がるんだぞ。関係ない。さあまずは追加のボーナス点のテーマから選んでいくぞ。ボーナス点が入るテーマは3番、戦闘機だ。戦闘機を引いた者にもボーナス点が入るぞ。そしてマイナス点のテーマはこちらだ。6、6はもう1回だな、6はもう1回だ。さあマイナス2、おお、召喚獣がマイナス2だ。召喚獣はマイナス2、いやこれはつまりかける2にしよう。かける2だったら相当面白いことになるんじゃないか。例えばシクヤウルトラを引いたの場合マイナス4点になるぞ。いいだろう、貴様はな、召喚獣に愛されているのだよ。その条件でも私は変わらん。変わらずイビルツインと戦闘機を引き続けてやる。私のターンからなんだろう。さあ運命の瞬間、列車は特に何も加算されないがウルトラなので2点だ。確実に、確実に行くぞ。そして私がウルトラ枠を引いたということは残り14パックに1枚しか。シークレット系2点以上取れるカードは存在しない。関係ない。お前に、そう、シークレットの召喚獣で引導を渡してやる。いや、プリシクラだ。お前はプリシクの召喚獣を出す。
ドラゴンメイド、開局ってしまったか。なんということだ。おいおいお前、もう少し真面目にやってくれよ。退屈な。初めての、私の初めてのデスマッチがね、こんな退屈なデスマッチになると思わなかったよ。イビルツインのカードだ。シークレットパースフレーズ。言ってんだ。私はミスをしない。私は、このメガネがあると、なぜだか計算ができるような気がするんだ。くい。なるほど。そのメガネがあると計算ができるんだな。なるほど、面白いじゃないか。だが私だって負けない。これは戦闘機ボーナス点がやっと入ったぞ。ああ覚えておくがいい。ここから巻き返してやる。まだ私の点数はマイナスだから、お前のメガネさえ取ってしまえば。待て、やめろ。これ私のお乳のメガネなんだぞ。もうどっちか見分けがつかなくなるからやめろって。うーん、だがメガネが取られたところで私は負けないんだ。こんなメガネごときではブーミーゲームイビルツインのトラップカードだ。なぜだ、私がこのメガネをかけてやる。こうなったらもうどっちか視聴者は分からなくなるかもしれないがな。私がここでこのメガネをギーかけたら、ここで引けるということになっているんだよ。さあ聞かせてもらおう。なぜ召喚獣のカードが私に来るんだ。こんなメガネがあるからいらないんだ、こんなの。じゃあメガネを私に返してもらおう。貴様マイナス点がすごいことになってるな。召喚獣マイナス2点が入ってしまった。ありえない。私の圧勝だな。これ以上続ける意味があるのかい。おい、開いてないぞこのパック。何をやってるんだお前。トロイメアフェニックスか。これ以上は時間の無駄だと思うのだがね。無駄なことあるものか。お前が私に負けるその最後の余生を楽しむ時間だと思え。ドラゴンメイド、クソ、今回はポイントにはならないんだ。ドラゴンメイドのカードは、焦っているようだな。だが私も油断しないようにしよう。まだシークレットのカードは出ていないからな。ここでシークレットを食らってマイナス4点とかになったら話にもならんからな。ドラゴンメイドグランメイ、よかったよスーパーレイで。さあお前が召喚獣のシークレットを引くところを見せてくれよ。私は破滅の命令は歩まない。なぜこんなボーナス点を追加しようという考えをしてしまった。戦闘機のカードだ。プラス1点だ。どうだ、素晴らしいだろう。そんなちっちゃい点数で私に勝てると思うのよ。もうこれはウィーニングランドだよ私は。さあ見ていこう。うわあ、ここで初めて引いてしまった。暴走魔法陣は召喚獣のテーマ、マイナス2点は痛いな。まずいな、残りパックが少なくなってきた。だが私は忠実に上からを取ろう。いつも下から取って失敗するんだ私は。お前が召喚獣のシークレットを引くしかないんだ。うわー、シークレットだけど、これは何、列車じゃないのか。列車のシークレットだ。くそー、お前に召喚獣のシークレットを引かせることができれば。だがまだわからないんじゃないか。いや、もうほぼわかってるだろ。結果はわかりきったことなのだよ。さあ残りはウィニングラン、列車のスーパーレアだ。くそ、ラスト1パックずつか。こんな展開を私は認めないぞ。何か言ってくれ。なんで召喚獣なんだ、マイナス2点。あー、なぜだ、召喚獣にここまで愛されてしまうのか。私はお前の服が欲しい。惨めだよ、音楽家で高所得を歌っているくせに貴様服の一着すら買えないとはな。このデスマッチ界の恥さらしめ、出ていけ、この世界から出ていけ、ドラゴンメイドシトラール。デスマッチは終了。いや、これはデスマッチではない、一方的な虐殺デスゲームになってしまったな。さあ約束は約束だ、こっちに来てもらおう。待ってくれ、もう1ボックス買ってこないか。もう1ボックスダメだ、追加ボックスを用意してくれ。待ってくれ、やめてくれ。さあ約束は約束だ、お前この中に入ってもらうからな。待ってくれ。なんだ、金ならやる。金があるなら自分で服を買えばよかっただろう。なんだこれは、やめてくれ。私が悪かったから。ピエールさんが拡大されてる、水面に入って。さあ今からこれを一袋ずつ入れていくからな、お前覚悟しろよ。さあまずは一袋目からだ、入れてみるぞ。一体どうなるのか。おや、一袋ではあんまり変わらんみたいだな。だったら全部ぶち込んだ時にどうなるのか見てみようじゃないか。おやおや、グツグツしているが、あら、あんまりブクブクしないな。おいおいおい、こんだけ詰め込んでるんだから、お前何かしろよ。ほら、どうだこれで。ピエールさん、何も起こんないです。
何も起こらない。いや、そんなはずはない。バカな、私は、両方両用を守ったんだ。なぜだ、なぜだ、なぜ何も起こらない。なぜなんだ、私は正しく説明書通りにやったのに、なぜ何も起こらない。おい、お前こうなることも全て想定の範囲内だ。私が負けた時のために罰ゲームを緩くしておいたと言ったらどうする。貴様、はがったな、この野郎。出て行きやがれ、今から。それはできないね。あ、騙されたな、ザラーミロ。何、貴様、お前がそのつもりならな、こっちにもな、考えってものがあるよ。私は優しいからな、お前を今から綺麗にしてやりたいと思う。そこでこちらだ、見てくれ。これも100均で売っていた。最近の100均ってのはすごくてな、洗濯機が売ってるんだ。どれぐらい洗濯機かっていうとな、こう回すと、ちゃんと渦になる。これがすごいぞ。これが最新式の洗濯機だよ。お前を今からこの中で洗ってやろうではないか。待て、やばいって、回転えぐいって すごい。試しにティッシュの破片でも入れてみよう。いや、もうわからないぐらい、もう真ん中に吸い込まれていくぐらい渦がすごいぞ。これお前みたいな悪しき心を持ったやつはな、一度洗わないといけないからな。待てお前みたいな悪魔の心を持ったやつは脳みそから浄化されるがいい。待ってくれ。おいおかしいおかしいおかしいって、これ私死ぬって、これ完全に。おいちょっと待てって。おい、もうこれまずいって。絵面が地味絵面が地味だって、これ全然分かってないって。これ絵面が思った以上に地味だって、これ今回地味だって、これ絵面が分かりにくいって。これもっと深くまで行け。あ、ちょっと俺の髪の毛が、巻き込まれるからまずいって、これ。よし。まあいいだろう。今回は絵面が地味だったが、前がここに刺さってる映像っていうのが、もうそれだけで面白いからな。よし。ここから、まず水が抜けるんだ、これ。この水がまずピンク色かどうかを見てみよう。よし。あ、結構、ちょっと動画では伝わりづらいが、これ結構ピンク色だな。お前が現れてる証拠だ。気分はどうだ。あー、最高の気分だよ。めちゃくちゃツヤツヤして綺麗になってる。お前の服濡らしたらいい感じに綺麗になったんじゃないのか。おい、これにこりだろうな。私に二度と関わらないことだ。はい、すいませんでした。もうしません。本当に分かってんだろうな。あー、分かってるって。分かってるから浸さないで。浸すなよ。おい浸すんじゃねえよ俺を。お前この培養液につけてやるからな、これ。おい、この野郎、すいませんでした。本当に許してください。この野郎が、やめてくれ。あいつにマイケルにションベンをかけられてる気分になるから、これやめてって。これおい、やめろって。これおいこれやめてくんない。ちょっとこれだけはちょっとやめてくれない。なんかめちゃくちゃ不快だって、これ一番。